3、2、1。山です。今回はですね、まだ恒例の、バッサリカットをやっていきたいと思います。この前やったばっかりじゃないですか。ぐらいまで切ったんですけど、もう伸びてきたんですよ。で、今、結構まばらになってて、短い部分は結構短いんですよ、正直言って。でも、ここの部分が結構長くて、ここをしっかりカットして、完全にショートみたいにしたいなっていう風に思って、今回はちょっとここの部分を切りたいなという風に思いました。この前前髪も切って、そしてこっちの方も随分50センチカットみたいな感じで、ここまで本当にもうすごい胸の下あたりまで伸びてたんですけど、カットして、で整えるけど結構バッサリいこうかなみたいな感じで、はい、ということで整えていきたいと思います。で、結構電波なんでこう跳ねるんですけど、実際結構長いです。全体こっちにちょっとまとめて、全体を、切っていきたいと思います。それでは、結構ね、あとこの襟足の部分は結構バッサリいきます。それではいきます。糸切るハサミみたいな感じです。糸切るハサミでどこまで切れるのかっていうことで、今回はこの襟足の部分切っていきたいと思います。それではいきます。あ、やっぱりちょっと怖いですね。はい、それではいきます。3、2、1。あいや、すごい切れてる、すごい切れてる、すごい切れてます。めちゃめちゃ切れてる。わあ、すごい落ちてきた。すごい襟足が切れました。結構細かいのがいっぱい落ちました。いや、ものすごいですよ、この量。あれなんですよ、割と落ちたね。はい、結構バッサリいきましたよ。このぐらいは切れてますね。15センチぐらいかな。はい、ということで、まあ夏だしね。ということで、ロストをこういう感じで、バッサリやるともうバッサッといくんで、襟足のこととか忘れちゃうんですけど、まあ、結構しっかり、今ショートに整えて、夏も熱中症対策気をつけてお過ごしください。ありがとうございました。